I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, people. This is the continuation of Digimon Sorcerers Memory Hackers. Please enjoy. よってらっしゃい、見てらっしゃい。
シスタモン姉妹のトレーニングジム開講。今ならなんとジム開講記念特典、私たちの拳受けてみなさい。受けてみてください。お、あんた、さてはトレーニングに興味、殴ってくださいって顔してるもの。そうよ、私たちのトレーニングジムでその子たちを鍛えていく。今なら開講記念特典、アイム。おお、助っ人募集で来てくれた人ね。確かデジモンの依頼なんて誰も受けてくれないと思ってたけど、ダメ元で休みだもんね。うらん、そうですね、お姉ちゃん。あの、依頼受けてくれてありがとうございます。私たち姉妹はデジタルワールドじゃちょっとした有名デジモンなんだから、手伝いができることを光栄に思いなさい。姉さんってば、まずはちゃんと依頼の説明をしないと。便利屋さん、なんて。おっと、私たちがこの世界に来たのはつい最近のこと。最強を目指すデジモン、ガンクーモの師匠とその弟子のハックマン、二人と一緒にデジタルワールドで武者修行の旅をしていたんだけど。はい。それで気がついたら私たちだけがこっちの世界に来てしまった。二人とも今頃どうしているでしょうか。ハックマン、ちゃんと修行してるといいんですけど。大丈夫大丈夫よ、ブラ。心配しなくても、そのうち会えるわ。とにかくそんなわけで、元の世界に戻る方法がないか探し回ってるの。でもただ探すのって、とっても暇だし、お金もないし退屈だし、なんかむしゃくしゃするのよね。姉さんってば、暇も退屈も同じですよ。そこで、このエデンにデジモンがいるみたいだから、トレーニングジムを開こうって思いついたってわけ。ね、ブラン。はい。弱いデジモンたちが力を得るために、今からここに記念すべき初受講者でやってくるわ。でも、そこで、私たち、実力には自信があるんだけど、いかん。あ、自分で言うなって顔してます。この可愛い見た目のせいでようやく捕まえたお客さんに舐められてしまうかもしれないじゃない。そこで、あんたが名付けてイカついて舌を従えて、実はその、なんだけど、エデンの腕利きの便利屋だって聞いた頃、もっとイカつい大男が出てくるかと思ったのに。そうですね、どっちかというと、平凡な、いわゆる、もう、その顔じゃ、受講者に強そうな印象も与えられないじゃない。今すぐその店員さん、むちゃくちゃですよ。でも、そうですね。何か、もう少しだけでも、怖そうに見える外見にできないでしょうか。え、本当？うおぉ、いかにも敵っぽいというか、雑魚っぽいというか、今に無敵モードになって。すいません、あれが素直で。でも、それをつけていただければ、十分、石田役をこの依頼、よろしく。頼む！あ、受講者さ、準備よ。そうそう、なんでもすっごい有名なジムトレーナーがいるんだ。開講記念で特典もつくらしいよ。何がもらえるんだろうね。楽しみだね。あとも食べも、俺食べ物がいいな。バク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 。もう二人とも
ちゃうよ。路頭に迷った二人の姉妹、師匠を誓ってついていこう。いつしか姉妹も腕を上げ、その名は広く知れ渡る。シスタモン姉妹、ここに参上。当トレーニングジムへようこそ。ちなみにマキアさん、私たちシスタモン姉妹とその手下が今日一日あんたたちを徹底的に鍛えてあげるわ。よっよっ、やわみ道場の師範がいてデジモンだったんだ。デジモンってみんなアブモンやガブモンみたいなのかと思ってたけど、他にもいろんな子たちが、でも可愛すぎてなんだかトレーニングって感じはしないね。やっぱりこの体験は罪深いわね。私たちがあんまりプリチーだからって舐めない方がいいよ。後ろには怖いでした。あ、ああ、その仮面デモンズって何？エデンにいる悪い破壊。そうそう、デモンズめ。あら、仮面これ歌。そう、そんなもん集めてるのかはよくわからないけど、世の中にはいろんな種類。見かけでしょ。ともかくごめんね。なんかよくわかんないけど、誤解が解けたってことでいいのかしら。ですね。これで安心してトレーニング。ねえねえ、ここでトレーニングすれば。はい、あなたたち、私たちの特訓は厳しいわよ。かわいい見た目だけど、すごい。でも、ここで逃げたらいつまで経っても弱いままだもんね。よろしくお願いします、師匠。あたしたちのこと、ボッコボコのドキドキに来てください。その息や、よし、始めるわよ。ほら、準備はよろしいですね。お手柔らかにお願いします。ていデジモンの後ろで応援するだけの存在だと思ってない？
主役。でも私にできることなんて。それが大きな間違いなのよ。私たちは周囲の情報を取り込んで進化する生命体、デジタルモンスター。私たちにとって一番力となるもの、それは私たちを信じてくれるパートナー。愛が力に。そばにいる人たちからの愛は何よりも私たちを強くする。私たちにとっては師匠のガンクーモンやハックモン、ガンクーモン様の海のように大きな愛や、ハックモンのひたむきな愛、それが私たちを何より強くしてくれた。だから今の私たちがある。そんな愛があなたにあるのかしら。いきなり言われたってわかんないよ。愛ってアグモンやガブモンのことは大好きだけど、それだとどうしたらそれを持つことができるの。さあね、それは自分で考えなさい。私たちはデジモン人間。そうですね、あなたはどう思いますか。ぶつけることへえ、結構いいこと言うじゃ。ガモン、ガブモン、ごめんね。間違っていたのは、あたしの愛を。あたしの愛を。今の嘆きすぐ。愛？うん、これがあたしなりの愛。正直なとこ、愛なんてどういうことかよくわかんないよ。けど、仮面の人に言われた愛は行動で示せってこと。思うだけでもダメ、言葉にするだけでもダメ、愛はちゃんと伝えないと意味がないってことだよ。だから私はこの小さな一歩を行動で示す。それが私の分、私風に言えばこれが私のデジモンへのラブ。ノキア、さあ元気出していこう。私たちの特訓はまだまだこれからだよ。何度負けたって、何度くじけたっていいよ。私はそばで君たちにラブを送り続けるから。ノキアが言ってることは、ノキアのラブあったかいね。うん、心がふわっとするよ。俺もだよ、今ならもっと。アグモン進化、クレイモン、ガブモン進化。これがデジタルモンスターの成長の証、進化よ。ノキアさんの愛、いいえ、ラブが二人に触った証ですわ。これがデジモンの進化。すごい、すごい、すごい。本当だ、進化できたんだ。これなら俺たちもう一度戦う。こんな愛の伝え方があるなんて、人間ってほんと不思議。でも次は私たちも本気で行くわよ、ブラ。はい、それじゃああなたはノキアさんをサポートしてあげてください。こっち側にいたってあんたついてこられないわよ。
長き修行の果てに私たちが編み出す、私たちが本気を出すのはここから。あなたたちは一体どんな強さを私たち、早く私に。あなたたちから感じる溢れんばかりの闘志は、妹の本能を喜びに震わす。もちろんこの私も。さっきのは本気じゃなかったってわけ。でも私たちだってさっきまでとは違うの。仮面の人、力を貸してね。私のラブパワーが本物だって証、今こそ。いくよ、二人とも。ラブパワー全力注入だしたシステムを姉妹の力、とくとご覧なさい。覚悟なさい。ここまでね。素晴らしい成長だわ、白峰ロキア。そしてグレイ、ありがとう。私たちに花を持たせてくれたんだよね。さあどうかしら。強力な手下を貸してしまった慢心が敗因の一つになったのは間違いないでしょうけどね。厄介な手下を雇ってしまったわ。グレイモンにガルルモン、嬉しいけどなんだかちょっと寂しいな。前の姿も大好きだったから。そうモキ、あ、元の姿に。あの姿はエネルギーを使うからこっちの方が楽ちんだね。うん、それにモキアと遊ぶときにあっちの姿は危ないしね。確かにあんな姿で飛びつかれたら私のエロカワボディが粉砕しちゃうよ。ありがとう、アグマ、カブマ。こんなに簡単に元の姿に戻ることができるなんて、私たちでさえ、あなたたちはいつかとても偉大なデジモンに進化するのかもしれ。そう、まるで私たちの死、ガンクーモンのような。
ねえ、そう思わない、ブラン。悔しい。ちょっと、ブラン。私たちが負けるなんて。ブランちゃん。ブラン、落ち着きなさい。今日のバトルは、この子たちに自信をつく。わかってます。わかってますけど。でも、本気を出したのに負けるなんて、やっぱり。ねえ、あなたたちこの魂の高ぶり、一度や二度の戦いでは収まりがつきませんか。もうブランってば。いい勝負の後は興奮して戦闘本能を抑えきれなくなっちゃうのよね。安心しなさい。妹の暴走を止めることができるのはただ一つよ。聞きなさい、ブラン。ガンクーモン師匠直伝、親父の子守歌。弟子は良い子だ、年々修行の後には休むのだ。修行の後に。渋い。なんかにゃ。寝ない。鉄拳戦争。結局なんか。しかも、すごく気持ちよさそうに向いてる。すごいんだね、子守歌って。今のは子守歌がすごいっていうか。安心してちょうだい。この子守歌には優しい言葉、そして時には拳を交えて愛を伝える。これぞ私たち姉妹の。よくわかんないけど、本当に姉妹仲良しなんだね。起こさないように、今のうちに、ここ、最高のトレーニングジムだって。ありがとう。最高ですって。これも、あなたが彼女に力を貸してくれたおかげよ。平凡な顔のつまた機会があったら、助っ人をお願いする。まだまだ戦えます。やれやれ、この子ったら夢の中でも戦ってるわ。まったく世話の焼ける芋。Yeah.
こう。みんなのおかげだよ。Thank you.